オテロは、ジュゼッペ・ベルディが作曲した全4幕からなるオペラである。1887年、ミラノスカラザで初演された、オテットとも表記される。1871年に、アイーダの初演を見てから、ベルディは1874年に、文豪マンゾーニを追悼する、レクイエムを完成させたのみで、活動が停滞していた。理由については、老化に伴う作曲意欲の停滞、 学府出版社リコルディ社との契約トラブルなどが考えられているが、新作が万が一にでも不成功に終わることがあれば晩節を汚したとベルディが題材選択にこれまで以上に慎重になっていた面も大きかったのだろう。しかし、リコルディ社総帥ジューリ,オリコルディは、ベルディの新たな創作、それもシェイクスピアのオセロのオペラ化を願っていた。慎重でありまた頑固な。 ベルディの気質を熟知していたジューリオは、ベルディに直接提案するのでなく、まず外りを埋める作戦に出た。彼はまず、アリーゴボーイトに対して1879年3月より、以前には大本家の依頼を行っていたとみられる。情報漏えいを恐れて、またオセロの肌の色にかけた一種のジョークとして、この計画は、チョコレートと呼ばれていた。1879年7月初め、ジューリオ、 フランコ・ファッチョ、ベルディ夫妻がテーブルを囲んだ夕食の席で、ファッチオが初めてベルディに、ボーイトがオセロに基づいて、オペラ台本を作成中だと告げた。興味を惹かれたベルディは、数日後には公害を持参したボーイトと面会し、同年末ボーイトは、彼の最初の完成校をベルディに渡している。もっともベルディは相変わらず腰が重く、作曲作業に取りかかる気配がなかったため、 ジューリオリコルディはまず、1857年初演のシモンボッカネグラの改訂を、ベルディ、ボーイとの共同で行うことを提案した。1881年に改訂初演された、このオペラの成功で、ベルディもようやく作曲に対する情熱の再燃と、ボーイとに対する全面的な信頼を得たらしく、その後この両者は5年以上にわたる頻繁な意見交換を行いながら、 オペラの完成を見たのだった。ベルディのボーイとアテの書簡によれば、ベルディの脱稿は1886年12月18日である。フルート3、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット4、ホルニ4、コルネット2、トランペット2、トロンボーン3、コントラバストロンボーン、ティンパニ、シンバル、タムタム、大太鼓、ハープ、ゲンゴブ、ドンカルロと同じく、 ベルリオーズのフランス風の還元落法の影響が強い。時は15世紀末、場所はキプロス島の港町。キプロスの港、激しい嵐。島の住民が待ちわびる中、オテイロに引き入られた戦乱が帰還する。敵、トルコ艦隊は海の木図になったとの勝利報告に住民は歓喜する。カッシオが副艦になったことをネタムヤーゴは一計を暗示。 酒に弱いカッシオにワインを無理強いする。カッシオは、悪いおいし集体を演じたばかりか、喧嘩の仲裁に入ったモンターノを傷つける。騒ぎを聞いたオテロが戻ってくる。彼は即座にカッシオを悲鳴、群衆に帰宅を命ずる。舞台には、オテロと妻デズデーモナだけが残り、愛情を確かめ合う、美しい二重唱が歌われる。庭園に面する城の一室。 副官の座を失ったカッシオに、ヤーゴはデズデモーナに鳥なしを頼めと提案する。オテロが登場。ヤーゴは、庭園でカッシオとデズデモーナが歓談している様子を、さも二人が不定を働いているかのようにオテロに、信じ込ませる。室内に入ってきたデズデモーナはカッシオの斜面を、夫に願うが、真珠疑念を持つオテロは耳を貸さない。デズデモーナが落としたハンカチは、 女中エミーアが拾ったものの、その音、ヤーゴが脅迫の末死中に入れる。ヤーゴとオテロ二人だけが舞台に残り、オテロは不倫の証拠を見せろと迫る。ヤーゴはカッシオが夢の中でデズデモーナを求めていたと作り話をし、またデズデモーナが愛用していたハンカチをカッシオが持っているのを見たと吹き込む。激怒したオテロは復讐を誓う。城の大広間。 デズデモーナは、事態の進展に気づかず、またもや、カッシオの斜面をオテロに願い出て退けられる。オテロは、自分が送ったハンカチは、どこへ行ったと質問する。もちろん彼女は答えられず、当惑しながら去る。ヤーゴが、今カッシオと話をするので物陰で見るようにとオテロに、進める。巧みなヤーゴの話術に乗ったカッシオは、 自分の恋人ビアンカとの天末を陽気に語るが、遠くで聞いているオテロは、デズデモーナとの恋物語をしていると思い込む。例のハンカチは、ヤーゴがあらかじめカシオをクに落としておいたのだが、そうとは知らないカシオは、ところでこんな素晴らしいハンカチを拾ったなどとヤーゴに、披露を、当面に見ているオテロはいよいよ不定が証明された、と確信してしまう。 オテロとヤーゴは相談の末、デズデモーナはオテロが殺めること、カシオの始末はヤーゴがつけることを決定する。ベネツィアからの死者ロドビーコとその一行が来航し、キプロス島の要人が集合する。オテロは、ベネツィア駅人となり、公認の総督はカシオとなることが布告される。嫉妬心に燃えるオテロは、公衆の面前で、妻、デズデモーナをメンバし、自分は憤怒のあまり気絶する。 デズデーモナの寝室。デズデモーナは床につく用意をしている。ここ数日の夫の言動から、不吉な予感を覚える彼女は、もし死んだら婚礼の衣装で身を包んでほしいと、女中エミーリアに依頼する。オテイロが寝室に現れ、カッシオトの貫通を喫跡する。デズデモーナは公弁も虚しく、オテイロに考察される。エミーリアが、 カッシオがロデリーゴを殺したと急を告げに戻ってくるが、デズデモーナが殺されているのを発見、驚いて人々を呼ぶ。エミーリアは、夫、ヤーゴが私からハンカチを奪ったと証言、ロデリーゴが死ぬ前に陰謀のすべてを白状した、との事実も明らかになる。形成不利と見たヤーゴは遁走する。今やすべてを悟ったオテロは、担当で自陣し、妻の遺体に、 最後の切吻を求めつつ息きえて幕。く。ありがとうございます。